自分は加速度センサー、磁気センサーによるユーザー状態分析の研究について発表します。研究背景としては、高機能で多くの機能を持つ携帯端末を持つ人が増えているため、またその携帯電話に入っている蓄積されているライフログというものを使うサービスによってさまざまな効果が得られているということが期待されています。このグラフのように、端末の利用者数、契約者数はどんどん増えているわけで、それによって、ライフログを使ったサービスが、効果を、さまざまな効果が期待されているというわけです。これちょっといい。電源が入ってあるんじゃないですか、ここに。電源入ってない。で、ライフログっていうのは何かっていうと、利用者の端末に、例えばパソコンとか携帯電話、スマートフォンなどに入っている、その行動履歴、走った、歩いた、電車に乗った、自転車に乗ったとか、そういういろいろな、履歴が残っているわけで、それによってユーザー特性を、詳細なユーザー特性を把握できる、またそれによって、適しているサービスを提供できる。でまたさらにそれによってサービスのそれを使ったサービスの競争力を高めることができる。でもプライバシーも気にしたいという問題点があります。で目標としてはできるだけ多くのユーザー状態をスマホのセンサースマホに搭載されているセンサーで分類識別するという目標があります。で関連研究は今回は4つ載ってるんですけども、主に加速度センサーと磁気センサーを利用した研究があり、でその他には3つ目の研究にあるように、またマイク、GPS などを利用した研究もあります。で分類する状態はほとんどが静止、歩く、走るなんですけども、他に乗り物に乗った状態も識別できる研究があります。でここから自分の実験の発表に入るんですけども、予備実験は成人男性、自分のことなんですけども、成人男性がセンサーを搭載している端末を手に持って行いました。教師データは各状態につき10個ずつ用意しました。で判別する目標と判別する状態は階段、歩く、走る、電車、エレベーター、エスカレーター、バスの各状態としました。予備実験1、加速度センサーの値なんですけども、三軸合成値を求め、それをフーリエ変換して、さらにその絶対値を求めました。ピーク値で、それによってピーク値とピーク周波数をそれぞれ求めました。これが歩くの三軸合成値なんですけども、分散値がかなりあるような状態になっていて、ピーク値においてはピーク値っていうのは右側がフーリエ変換をしたその絶対値のグラフなんですけども、一つだけ特徴的な山ができているところがありまして、それがピーク値です。で磁気センサーの値はまだ同じ加速度センサーと同様に3つの各軸の値から三軸合成値を求め、それらのピーク値と今度はフーリエ変換をしないで分散値を算出しました。でその結果、図に示すように電車の磁気が大きいことが分かりました。予備実験3なんですけども、歩数センサーも使いました。歩数センサー
を判定する条件は、乗り物の中ではエスカレーター、エレベーターを含む乗り物の中では、静止、まあ、完全に静止、ほぼ完全に静止しているということを条件にしたため、歩数センサーはあんまり反応しない結果となりました。その代わり、歩く、走るなどの状態では、乗り物に乗っていない状態では歩数センサーがかなり反応しました。提案方式、後にし、後で示しますけれども、フローチャートで示した分類手法を用いて分類します。使うセンサーは先日のように加速度、磁気、歩数の3種類とし、分類する項目も歩く、走る、階段、エスカレーター、エレベーター、電車としました。分類手法は、まず加速度センサーの周波数、まずは歩数センサーを使って大きく2つに分け、そのうち反応した場合は階段、歩く、走るを2つの、このスライドに示すように2つの式位置を持って判別します。判別しました。分類手法に歩数センサーがあんまり反応しない場合では、電車、エレベーター、エスカレーター、バスを分類しました。磁気センサー、まずは磁気センサーのピーク値で電車、電車以外を分類します。で、次に加速度センサーの三軸合成値の分散値でエレベーター、エスカレーター、バスを分類します。これも先ほどの歩く、走るなどとの場合と同様に式位置が2つあります。で、これが全部のフローチャートです。まずは歩数センサーを使い、次に加速度センサー、または別のなしの場合は磁気センサー、次にまた加速度センサーの分散値です。分散値を用いて分類します。で、それらの分類手法を作って、与えられたデータを分類手法、その分類手法を用いて分類した結果がこれです。で、その結果、9種類のセンサーで7種類の状態を分類することができましたが、エレベーターとバスの状態、バスの状態分類によってはおいては正解率が低い結果となってしまいました。結論は、先ほども言ったように状態を大体分類することができたんですけども、正解率が低い項目が出てしまったので、それらを改善する必要があると思いました。で、今後は状態の変化を検出するシステムの開発を目指す、またデータが1人分なので多くの人に適用できるアルゴリズムにすることを目標とし、また機械学習を導入して判定精度を向上させることを目的として、できるということを目標にしていきたいと思います。以上です。はい、それでは、ファン発表に対してご意見、ご質問もありますでしょうか。はい、どうぞ。はい、この向け方は、はい、どうしてこういうふうにやるとこれらが分類できるっていう、この最初にこのセンサーを使って、次にこのセンサーを使ってっていう構造を見つけたんですか。まずは、なんていうの、さまざまな値、まあ、先行研究を参考にしたっていうのが第一番なんですけども、自分の研究では、まあ
先ほどもしましたけども、最初に歩数センサー、歩数センサーっていうのは歩いてる、走ってるなどの静止しているなどの状態に大きく左右されると考えたため、また乗り物に乗っているときは静止しているっていう条件にしていたためしていたので、またまず最初に歩数センサーで分類する、以上の理由によりまず歩数センサーで分類するっていうことがまず効率的でと思いました。でその次は特徴的な値を探していって、最初に見つけた順に、最初にその見つけやすかったなと思った順に設定していったんですけども、それが残りの3つの磁気センサーのピーク値、加速度センサーの分、三軸加速度の分散値、また周波数という結果になりました。はい、分かりました。すみません。